こんにちは、ラバーズホリデーのタカとゆかです。今回はうまかもんと絶景に感動する2泊3日の福岡旅行 Vlog です。気になる人気スポットや有名店の待ち時間など旅のお役立ち情報を織り交ぜながら皆さんと一緒に動画で旅していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ラバホリ。福岡空港に着きました。あ、ここにあった1日乗車券、これ買ってください。持っててくれるの、うん、じゃ危ないからね。お母さんだね。そう、ママなの。本日お世話になりますホテルビスタさんです。今荷物をホテルに預けましたので観光をスタートしたいと思います。今ホテルから串田神社に向かって歩いてます。でホテルから串田神社までは約4分ぐらいで、博多祇園山笠一年中飾ってあるらしくて、それをねちょっと見たいなと思ってきました。串田神社到着しました。すごいね。こちらアクロス福岡に到着しました。お好み定食っていうのが定番らしくて、ここも一番人気なんだって。そうですね。感じて揚げたてが出てくれる。柚子が効いててさっぱりしてるね。俺も知ってる塩タじゃない。エビです。ここに行きたいんだよ。ああ、はい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 。だからここちょっと行って、ここからこう入っていきましょう。はい。触ったら汚い。はい、行きましょう。行きましょう。なんかさ、千鳥ヶ淵っぽい感じだね。ああ、そうだね、うん。とにかくなんか街なんだよね。街、うん、だね、うん。大都会です。クリスタルキング。大堀公園にやってきました。大都会のど真ん中にこんなに美しい風景が広がっています。すげえな。あちらが浮見堂です。涼しい。モンサンミシェルみたいじゃない。ああ、そうだね。行ったことないけど。入んなくていいの？入んなくていいです。ここが砂だらけになるもん。いや、危ない危ない。レンズがあるから戻ってください。レンズ。お散歩しがてらペイペイドームやってきました。あ、おっきい。大きいね。バスで天神の方へ向かいます。すごいね、福岡のバスって高速走るんだね。あ、天神本店がここから歩いて 3,4 分のところにあるんですけど、今日は暑いからね。ちょっと並ぶのを回避しちゃったよね。そう、ビルインにしました。やってきました。こちら煮卵ラーメン、こちらがシシラーメンです。
天神地下街ちょっとお散歩してみます。この天井に施された模様が圧巻ですね。それでは時間になりましたので着任していきたいと思います。じゃあお昼寝をしてゆっくりしまーす。ラバハリ。それでは今から夜の部に入りたいと思います。博多に向かいます。そしてこれ便利です。もうめちゃくちゃ使ってるよ。もう元取ったの夜に乾杯。乾杯。美味しいね。やめ。はい、到着しました。美味しそう。乾杯、いただきます。うま。うま。外カリッカリで中ふわふわだね。うん、こんなグリングリンしてる皮が、うん、おいしい。うん、うまい。最高。おじさんのパラダイスだね。おじさん感すごいもん。店内は撮影禁止だけど、お料理は撮影 OK とのことなんで、乾杯。来ました、鉄鍋餃子、めちゃくちゃうまそう。こっち行こうぜ、乾杯。いただきます。あっかいかい。お菓子みたいな、うん、サクサクしてる、うん、爆餃子、うん、これにハイボール。うまそう。割れてる。おお。しみしみだね。うん、しみしみだ。うん、やわらかっ。うん、やわらかっ。サクサクしてる。うん、うん、めっとりしてる。へえ、そうなんだ。でもめっちゃ濃いってわけじゃなくて、うん、あ、新食感ですね、うん、これは、うん、おいしい。油分がね、割と吸ってる感じ、やっぱり。うん、まあ、やっぱりっぽい。食後は九州といえばブラックモンブラン。でかいね。でかい。あ、おいしい。博多最高。博多は夜の街だよ。うん、ね、今日はこれから大浴場で使ってゆっくりしたいと思います。おはようござ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 います。2日目の朝です。今から博多の明太子を食べに行きたいと思います。
太宰府駅に到着しました。はい、太宰府でマイルの駅に着きました。そしてどっち行くんだろう。なんかそこに参道があるから、はい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 、うんうん、早速梅大餅の店とかもある。あ、これ梅大餅のあれなんだね。なんかもう見て、すごい。ちょっとこうして。うん、ね、かっこいいね。あ、すごい。はい。具材スパイスください。1本、はい、400円です。いただきます。やめちゃう。おぉ、ニュッてしてる食感。ちょっと、こんにゃく畑が食べたみたいな食感。おいしい。さんのスターバックスじゃない？クマケンゴさん。そうそうそう、クマケンゴ様の。クマさんみたいな。ありがとうございます。みちょぱわたるくん。冷たい。頭は、うん、おみくじ。おみくじ、おみくじする？おみくじしたい。うん。おみくじしな。うん。ここにね。うん。なるほど。お守りなんとか所でできるって感じか。多分これつけると出てくるんじゃない？やりたい。やろうよ。水みくじやりたい。やろうよ。これやってみます。水みくじ。よっしゃーって。ピーって。あ、多分ここ、ここに多分出てくると思う。とりあえず、あまずここから。はい、行きます。お、大吉だ。お、すげえ。おー、大吉。大吉だね。で、旅行。願い事、意外な人の助けで叶う。旅行、行き先、利益ありなんで。おー、いいね。どんどん旅行しましょう。うん。基本的に全部いいです、ね。いいね。やったー。イエーイ。スイキチ、願い事、はい、い。すぐには叶いがたし、旅行、災いなし。うんうん、いいじゃん。学問、甘えを捨て、全力を尽くせ。商売、思いがけぬ損あり、うん、恋愛、感情を抑えよ。健康、悩みを相談せよ。俺、むちゃくちゃ怒られてない？医者行けってことかな。ちゃんとしろってことでしょ。そう、くくってね、うん、はい、できました。はい、あ、面白かった。面白かったね、うん、はい、太宰府天満宮を後にしまして、今から電車に乗って次のホテルの方に行きたいと思います。はい、ラバフリ。はい、博多駅に到着しました。さあ、本日泊まるホテルが都ホテル博多さんです。
10分並びました。まもなくです、楽しみ。本日のご夕食、博多もつ鍋、山中さん、行ってみたいと思います。ほんと急にみたいなね。なんか、なんかもつ鍋屋さんじゃなくない？もつ鍋屋さんみたいだよ。ここ酔ったの。うん、コーラとジャスミンちゃん。そう。乾杯。乾杯。豪華料理の食べ過ぎで胃が若干もたれておりますから間違いない。ジャスミンちゃんで対処しました。同志牛モツのコンビ。スモーツ、モツ鍋切りました。いただきます。まずはスープから。めっちゃうまい。福岡はさ、グルメ全国ナンバーワンなんじゃないの？うん、それ来ちゃった。来ちゃった。もう分かったよ、福岡だ。まず味付けがタイプ。うんうん、食材がうまい。うん、値段が安い。値段安い、値段しかない。唯一なんては、デリソー。ここに住んだらデリソー。ちゃんぽん来ました。ぶっ込みの床ダセ。死ぬほどダセ。めちゃくちゃうまい。決まりました。ここ一番です。締めの杏仁豆腐です。マンゴー杏仁だ。うん、美味しい。
しかったです。7310円でした。バカだ寒そう。どうですか？意外と気持ちいい。あ、そう。すごいね。おはようございます。2日目の朝です。今からレンタカーを借りて糸島の方に行きたいと思います。行きます。本日お世話になりますバジェットレンタカーさんです。はい、今回1日お世話になるのはルークスのレンタカーになります。これ乗るつもりじゃなかったんだけど。そうそうナビ君頼むよって感じだったよね。でもまあ空いてるね。そうだね、水深切るね。もう出ちゃうの？ワンパーク？そう。やだね。今の700円何？もう一回登るのきつい。おいで。本日のランチはファームビーチレストランです。ドリンクはグアバとアイスティーにしました。はい、セットの冷製コーンスープとパンとサラダ、クアトロコルマッチです。ハレイワじゃなくて、メオトイワ。おお。おい。うん。こちらが二見ヶ浦霊園ですね。ゆかちゃんのお友達の福岡在住の方に場所を聞きました。あ、見えた見えた。おー綺麗。うわー綺麗。綺麗だね。一望できる。広々とした芝生のエリアがあって、こちら駐車場トイレも完備してます。それではロンドンバスカフェに到着しました。この砂も季節限定だ。めっ
ちゃ食べたかった。ありがとうございます。うわ美味しそう、かわいい、めっちゃ可愛くない？かわいい。バスの中でジェラート食う。食べます。いただきます。まずはスモモ。スモモ、うん、美味しい。うま、美味しいね。スモモアイス初めてかも。ジェラートがすごい滑らかだね。ここすっごいさっぱり、そのまま食べてるみたいね。本当だよね、うん、こっちがパインミックス。うん、おいしい、うん、美味しい。ちょっと果肉感もあり、うん、マンゴーマンゴー、うん、マンゴーって美味しいんだね、やっぱね。でこれが糸島の塩、うん、塩うまっ、うまっ。本当だ、塩だ。塩が入ると、うん、ミルクの香りがすっごい引き立つ。美味しいね、うん、この組み合わせありだね。これ完璧でしょ。いいですね、海を見ながらしかもこのバスの中から、うん、いや私真似くださいな、ぜひどんどんバス立ち寄ってみてください。めっちゃお土産もらったオーナーさんのご好意でいただけました、うん、ありがとうございます。ごめんなさいね。よろしくお伝えください。ちょっとエモめなエモめだね。うわー、おー気持ちいい。青春のビーチじゃないですか。青春のビーチ。やめたーみたいな。待てよそういうビーチ。それでは本日の糸島ドライブ終了です、はい、博多の方に戻りたいと思います。981円になります。はい、リッター148円、安いね。安い安い。はい、福岡空港に着きました。楽しかった。楽しかった、うん、ちょっとね、あの空港着いたらお腹が空いたから、あの空港内を散策してご飯食べようかなと思います。福岡最後のご飯はこれまたソウルフードのごぼ天うどんです。うどん台にして2人で分けます。じゃあまずはスープから、はい、いただきます。いただきます。おー、ふやふや。ふやふやだね、うん。最後までご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。